ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。落語会の皆さんも、こんにちは。と言っても落語会まだ正式な募集しておりませんで、今各地で立ち上げをしているところでありますが、なんつってもですね、ひばりクラブにしても、落語会にしてもですね、日本の善良な人たち、日本をちゃんと良くしたいと思う人たちの、やっぱり僕は大切なことは、心はいいんじゃないかと思うんですが、今続けております、例えば産業の発展に関する基本的な知識とかですね、それから今日からちょっと始めたいなと思って、日本の心1と書いたんですが、1、2っていうのが続けばいいんですけどね、日本の心の真髄に関する知識、こういったものがあればですね、私は現在のような日本の低落っていうか、むちゃくちゃというか、裏金っていうかですね、そういうものはだいぶ減るんじゃないかと思ってるんですね。人間が感情的になるのは知識が不足している時が多いもんですから、私もそんな知識あるわけじゃないんですけども、せめて私が知ってることをですね、いろいろ整理をして、整理をしないといけないもんですからね、整理をして皆さんにお伝えしたいっていうのがこのブログの趣旨であります。今日はですね、岡田佑さんと確か言われるんじゃないかと思う。名前難しいんですけどね。一般的には岡田中将と呼ばれる時が多いと思うんですけども、鳥取県の人だと思います。山陰の人ですよね。山陰の陸軍軍人だったと思うんですね。服は確かこれ陸軍の服ですけども、陸軍軍人で、なんとか方面司令官でですね、戦争の終期には頑張って戦いまして、頑張って戦ったもんですから日本が負けたので戦犯になってですね、最後は死刑判決を受けて、死刑になりました。が、非常に立派な方でした。立派な方というか、私はですね、人間の評価っていうのをできるだけ避けるようにしてるんですよ。人間というのはですね、非常に難しい存在で、ある意味ではどんな人も立派なんですね。どんな人にも言い分があり、また努力もされてるんですね。その中で自分が勝手にこの人が偉い人とか偉くない人っていうのを言いたくないもんですから、その人のやった行為とか考え、こういったものをですね、人とは切り離して、いろいろやるのが私の流儀なんですね。ですから、よくその欠点を言う、欠点っていうか私の考え方の違いを言われるんですね。武田はあんまりよく知らないじゃないかと。岡田佑さんのこと言うんだったら、鳥取県とか島根県とかはっきり調べてから言えって、それはそうなんですけどね。私は個人とか人間っていうのは非常に評価難しいと思ってるんですよ。本当にね、外から見たら、ダメだなと思う人でもね、本当はよーく見るとね、言動とか考え方とかしっかりしておられる方ってのは随分多いんですよ。で、私、もう一つは国語の教科書に私出るときにね、大学教授って出したら、いや、定年のあるような仕事はその人を規定する仕事じゃありませんって言われてね、おお、そうかと。確かにそうだなと。会社の社長とかですね、大学教授とかで大臣なんていうのはですね、くだらないもんで、その時一瞬のことなんですね。で、言われてしょうがないから、文部省が指定する職業リストの中から科学者というのを選んだんです。他にないんですよ。技術者なんてのはないもんですからね。科学者を選びましたけど。それで私は一生自分は科学者としてやろうなんて思ったことがありましてね。だからそれはこの岡田さんにしても岡田佑さん、佑というの言い方も難しいし、岡田中将という言い方も本当は違うかもしれないですね。この方は多分お亡くなりになって大将を送られていると思いますし、また戦争との関係がありますからね。戦争が終わってしまって日本陸軍が解散したらどうなるんだとか、こういうくだらないことがいっぱいあるんですよ。人間の故障っていうものについてはですね。それから生まれがどうであったかとか、ご兄弟がどうであったかとか、いちいち随分あるんで、私はもうそこのところはできるだけおぼろげに知っていても触れないようにしております。で、その人の行為ですね。どういう行為を歴史的にされたのかですね。そういうことを問題にするので、少しちょっと取り扱いが冷たいと言われるかもしれませんけども、ご勘弁いただきたいと思います。この方が戦争の終わりにやった行為は素晴らしかったんですよ。それはね、どういう行為をやったかってことですね。日本に B-29 とか、その他の爆撃機、戦闘機ですね。機銃掃射用の戦闘機なんかがどんどんアメリカから飛んできたわけですね。サイパンを失いましたから、まあサイパンからいくらでも飛行機が来れるようになったんです。さらには、硫黄島がやられましたんでね。高速距離の短い戦闘機も来るようになって、日本の沿岸を逃げ惑う、まあ日本の子供たちをですね、機銃掃射で殺すっていうようなことを始めたわけですね。まあその頃のことですよ。私はね、この話は、もしも、小学校、中学校、高等学校の先生がご存知なければね、どうしても子供を教育する上で知っておく必要のある話なんです。で、これをまあ日本の頃ということで最初に、岡田中将の話を出すようにいたしました。彼が何をしたかったらですね、まあ、B-29 とか飛行機が、アメリカ軍の飛行機が飛んできます。爆撃しますね。機銃掃射。機銃掃射っていうのは戦闘機でダーッと急降下してきて、そこに逃げ惑う人間をダダダダダダダって機関砲で殺してこう上昇するっていう、そういう攻撃の仕方ですね。まあ通常はもちろん、こっちに兵士がいますから、兵士が鉄砲を撃ってくる。こっちからまあ、機銃掃射するっていうことになるんですけども。まあ日本の最後の方は本土防衛っていうか、本土防衛って言ったって、アメリカ軍は日本の軍隊を狙ってきたんじゃないもんですから、これ非常に複雑なんです。今日の話はそこがポイントなんですね。爆撃でもですね、東京空爆3月10日のね、それだって結局東京にはもうほとんど軍隊いなかった。高射砲陣地はありますけど、高射砲陣地は軍隊とも言えないんですね。軍隊を守るための高射砲陣地ならこれ軍隊なんですけど、市民を守るための高射砲陣地ってのはそれは軍隊かどうかわかんないんですよ、それはね。まあ、軍隊と言ってもいいですよ。まあ、左翼の人は軍隊と言うでしょうね。それで、それをこう日本から擁撃してね、撃ち落とすんで、結構ね、370機かな、B-29 でも相当数を落としてるんですね。まあ日本のやっぱり、航空隊というのはかなり最後まで頑張りましたからね。それでもう何しろ体当たりでも何でもしながら落とすと。とにかく、一機でも飛んでる B-29 があれば、それが爆弾落として下でどんどん国民が死んでいくわけですから、それは兵士としてはもう体当たりでも、落としていくっていう必要があったんですね。そうするとそこからみんながパラシュートで、アメリカ軍がパラシュートでこう降りてきますよ。そしたらこのね、岡田中将はね、命令してですね、日本軍に落ちてきたやつを捕虜とするわけですよ、もちろんね。捕虜として捕まえた後、その人が犯罪人であれば、首を切って殺したんですよ。8人だったか、ちょっと私そこもあんまり詳しく調べたくないんですね。倉橋さん。話が中心からそれますからね。まあ、とにかく殺したんです。そしたら捕虜を殺した罪で起訴されました。BC 級だったんでしょうか、横浜軍事裁判廷で審理されました。この軍事裁判にはですね、アメリカ人が弁護士に就いたんですが、大変に素晴らしい弁護士で、ものすごくきちっと岡田中将を弁護してくれました。それでもう、非常に紛糾しまして、本当にこの人が犯罪人なのか、岡田中将が犯罪人なのか、それともそうじゃないのかっていうのを最後まで揉めました。どちらかというとですね、まあ裁判の判決はまたね、岡田中将自身が、まあ裁判の判決は、まあ正義とはならないかもしれん。それはアメリカにはアメリカの理屈があるからっていうふうに言ってますが、まさにその通りでね、アメリカの対面っていうのがありますし、それから岡田中将は自分の部下まで類が及ばないで、自分一人だけが、殺されたいと、まあ、いうふうに思っていた。家族にもそう言っておられましたね。まあ、したがって、まあそういういろんな事情があって、結局彼が罪を被って死刑を受けたという形になりましたが、裁判記録をしっかり読みますとね、裁判所は裁判官も検事も、もちろん弁護士も、共に岡田中将の判決をした後、除名活動をしております。ということはどういうことかって言いますと、みんなが不本意だったっていうことですね。ところがこの裁判すごく難しいんです。ここを一つ日本の心っていうのがどういう心だったかっていうことをご説明したいんですね。まず戦争中であります。それから相手の爆撃とか戦闘機が来てですね、そして日本を攻撃する。これ普通の戦争ですよ。まあそれに対して高射砲とか撃って、それから揚撃機が出てって戦うと、まあいうことですね。それで墜落されたアメリカの飛行機から戦士がパラシュートで降りる。そして日本の、もちろん日本上空で戦ってるわけですから、日本の土に、ところに避難する。そうするとそれを日本軍が行って逮捕する。それは当然の捕虜ですね。捕虜として逮捕する。まあその時に、パラシュートで降りたアメリカ軍が、まあそこで一人小銃構えて頑張れば、戦闘になって殺されるかもしれませんけどね。まあそういうことなわけですよ。それで捕らえた捕虜はもちろん捕虜ですから、当然、捕虜として、まあ条約がありますから、国際条約いくらでもありますからね、捕虜の保護に対する条約は。それは捕虜を保護して、そしてちゃんと戦争が終わったら返還するというのが戦争ですね。で、例えば日露戦争の時に、日本海海戦でものすごい膨大なロシアの捕虜が出ました。あの時はまだロシアだったんですけどね。ロシアからソ連に変わる寸前ですね。で、ロシアの、船員さんがね、海兵がいっぱい捕まりましてね、6000人だったかな。日本に分散して、収容されました。まあ、その時に有名な話は松山のね、捕虜収容所に行った人たち。もちろん、ものすごく丁寧に扱われました。日本の松山の市民の方々が、ロシアの負けた兵士を丁寧に遇遇した。そして戦争が終わったら、ロシアに帰ってもらった。もうこれはね、その後、戦争中に日本の軍隊がロシアにシベリア抑留された。それで多くの人がそこで命を落としましたけど、全く違います。これはやっぱり、ロシアの文化がいかに野蛮で、日本の文化がいかに高貴だということがよくわかりますけどね。まあこれはまた何かの機会があったら話しましょう。日本としては全体的にそういう感じなんですが、その中で岡田中将はですね、殺せと言った。それで捕虜を軍刀で切って首をですね。そして殺しました。軍隊の人をですね、軍法会議とか、それから殺すときはですね、縛り首はいけないことになってるんです。縛り首は見せしめなんですね、あれ。悪いことした人の見せしめなんです。しかし、軍人は悪いことして殺されるわけじゃないので、基本的にはですよ。銃殺が普通なんですね。銃殺は名誉な死に方なんです。まあもちろん死に方に名誉も何もないだろうっていうかもしれないけど、やっぱり、軍人だったら銃でバーンと撃たれて死ぬと。もしくは自分で銃を撃って自決すると。それがまあ、フォーマルなやり方なんですね。で、まあそれに準ずる奴が軍刀で首を切ると。まあこれはまあ日本では昔から切腹をさせながら軍刀で首を跳ねるっていうのがまあ基本ですね。まあ、やや犯罪性があれば、切腹はさせないで、軍刀で首を切ると。まあ、いうことになるわけですね。で、それをさせたわけです。で、もちろん、アメリカ側から見れば、なんだと。一体ね、捕虜をそういうことやると虐待じゃないか。それで彼は、裁判に赴くときにね、こう言っておりますね。日本は戦争には負けたが、法律に負けたわけではない。私は法律で、法廷で勝ってくると。こう言って法廷に出てまいりました。で、この問題はですね、どういう問題が2つ含まれているかって。まず1つはですね、捕虜を殺害するということはいいのか悪いのかっていうこと。それからもう1つは、常にそれは適法なのかということの2つがありますね。それで、捕虜が保護される。戦争における捕虜が保護されるのはですね、戦争中だからなんですよ。つまり、戦争中っていうのは特別な国際的約束があるわけですね。双方の軍隊が武装して、双方とも相手を殺す準備をして、しかも組織があって、組織があるってことは、上官がいるってことです。命令に基づいてってことです。烏合の衆はダメだ。ね。盗賊の集団とかこういうのダメだ。軍隊として指揮官がいて、指揮官のもとにその命令で動く兵隊がいて、それがお互いにはっきりと服装でわかる格好をして、っていうのはこれどういうことかって言いますと、民間の人も混ざってますからね、普通はそこら辺に、街の中とか。だから、その相手が軍人だって分かんないと、きちっとした戦いにならないもんですから。軍人は必ず派手な服してるんですよ。最近では迷彩服なんてあるんですが、あんなのはインチキでね、本当は派手な服していかなきゃいけないんですね。これは例えばヨーロッパの戦争を見てもそうですし、日本の戦争だってもう鎌倉のね、鎧なんかも非常に綺麗な鎧で、それで我こそはっつってね、旗なんか刺しちゃってね、俺は島津だとか、俺は徳川だっつって、はっきりして戦うのは、あれ戦いっていうのは人殺しじゃないからなんですよ。人殺しっていうのは全然抵抗しない人とか武器を持ってない人の丸腰に対して武装してるのがジャーンと鉄砲撃ったりやり飛ばしたりして殺す。これは殺人なんです。ところが人間の心はどうしても戦争しなきゃいけない。これはもう戦争をやめるってのはもちろん一番いいに決まってるんですよ。平和がいいなんてそんなこと言わなくていいんです。しかし解決しないで戦争になる時がある。ね。これはだけど人間の長い歴史では必ずしも悪いと考えてなかった。剣を取って国を守るってね。これはもう正しい行為だったんですよ。いや、それは今考えてどうかわかりませんよ。今でもややそうですよ。今でも剣を取って戦うんだ。この戦ってる人を非難するって普通は今でもしません。今のウクライナ戦争はどっちが悪いかわかりませんが、悪いいいじゃなくて、ウクライナで銃を取って、祖国のために戦って、ロシアに撃たれて死んだ。あの人は殺人犯だって言わないわけですよ。だって銃を持ってる。相手が撃ってこなかったらこっち撃ってるんだから。だけども、それが戦争、その戦争がいい悪いものは難しい。ものすごく難しい戦争っていうのはですね。ですから、それはもう言うのやめて、そして、軍隊と軍隊が武装して、組織を持って、派手な軍服を着て、きちっと、戦ってる時は武士と武士が刀を取って戦うとか、ヨーロッパでも決闘で紳士と紳士が代わりバンツにバーンと打って、死んだ方が神様はダメだったと判断したというふうに言う。これが戦争なんですね。戦争をしてる時に負けて捕虜になるってことはできるんです。それはパラシュートで降りなくてもいいんです。白旗掲げただけでいいんです。白旗を掲げれば相手は殺してはいけないんですよ。またこれもルールがありましてね。これ間違ってる人随分いるんですよ。戦争なんだからとことん戦うんだって。いや、そんなことないんです。戦争でも簡単に白旗を掲げればもう降伏できるんです。で、降伏したら必ず武装を解除されて、それで捕虜としてずっと行って、捕虜収容所に入って、先ほど松山の、愛媛県松山の話をしましたけども、食事も良かったんです。収容所も良かったんです。道後温泉にも自由に入れたんです。ロシアからの捕虜は捕虜収容所に閉じ込められたわけでもないんです。松山市内ならどこでも歩いていいってこうだったんです。これが、本当に正しい。実際上そういうことできないことあるんです。凶暴な捕虜なんかいる場合はね、やっぱりそれできないので、ちょっと建物から外に出るのはご遠慮くださいになることもあるんですけど、松山市の場合は大変に偉くて、そのもう理想的な捕虜の待遇をしたんですね。これはまた後ほど話しますとして。そういうもんなんですね。ところが、そうでない人は捕虜じゃないんです。例えば、ベトナム戦争の時そういうことあったわけですね。ベトナムの戦争の時にアメリカ軍のある兵士が、上官が市民だってあれベトコンだからわかんないんですよね。市民だから、で、おまけに民族が別だから、どういう格好してる人が兵士だから分からない。もう、ぐちゃぐちゃになってる。それでベトコンと思われる。ベトコンっていうのは、ベトナムの共産主義者の軍隊の方のことを、ベトコンとあの時言ってたんですよね。それで、コミュニストのパーティーっていうか、軍隊ですからね。そういうふうに言ったんですけど、そうだと思ったんだと思うんですね。で、アメリカの上官が、丸腰の抵抗できないベトコンの兵士と思われる人を撃てって言ったんです。それで、バーンと撃って殺した。これはですね、後に、軍事法でかかりまして、殺した兵士が罰せられましたね。もちろん兵士は反論しましたよ。俺別に上官の命令で殺したんだ。軍隊では上官の命令に従わないと僕が殺されちゃうって言ったんですね。そしたら裁判官が、君が死ぬのと相手が死ぬのとなんか違いがあるのかと、こう言ったっていうんでですね。まあ一応知られてる話なんですね。やってはいけないことをやった方が罰せられると。上官の命令よりか、人間としてやるべきことを優先しなければいけない。人間として丸腰の人を銃で撃ち殺すっていうのは人間としてはいけない殺人行為である。ということで罰せられましたね。上官の命令で君がそれに従わなかったら君が撃たれるだけだ。それは別に軍隊の規則である。軍隊の規則よりか人間本来のやるべきことが大切である。これものすごく大きな問題なんですよ。考えなきゃいけない問題なんです。うっかりそうですねなんて言えないぐらいの難しい問題です。そう言って有罪になりました。この件に対して岡田佑中将はどう考えたか。それで横浜軍事法廷はどう判断したか。まあこれちょっと時間になりましたんでね。こんなに長くかかると思わなかったんですが、また次回に回そうと思います。